今すごいかっていうとね、シンガポールにいます。シンガポールのリトルインディアで今宿泊してるんですけど、今回まあ5回目です。シンガポールに関しては6年2ヶ月ぶり久々に来たんですけど、毎回リトルインディア泊まってるんですけど、今回ちょっとね経費を節約するために、こちらのところ泊まってます。アダマソンロッジということで、まあホステルみたいな感じです。16個ベッドがあって、あのねうるさいかなと思って静かです。なんでまあ意外にみんなね、そのうるさいないようにですね心がけてるってことで結構快適です。最初16ベッドあったんで、ね、心配したんですけど、ね、うるさいすごい静かです。で中は綺麗です。まあ共用の間が少ないんでね、もうちょっとそれがあればいいのかなと思ったんですけどね。まあ本当に寝るだけであればすごくね、いい感じのところです。家人経営ですね。家人のスタッフがいっぱいいたんで家人の経営だと思うんですけど、で駅がすぐそこです。 MRT の老町って駅ね、そこからすぐ近いんですけど、なんですごくおすすめです。リトルインディアの街もすぐそっち行くとね、安い美味しいレストラン結構あったりするんでね、おすすめできます。